どうもさん、こんにちは。もち TV です。今回もウィニングルームアプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、夏休みということでプレゼント企画やっていきましょう。夏休み、はい、マイクラブコイン争奪戦、はい、いうことで、はい、もう皆さん、ほとんどの人は多分夏休み、まあ、学生の人とかね、うん、まあ普通にサラリーマンで働いてる人とかは夏休みとかはないんですが、はい、まあ世間一般的には、うん、夏休み入ったと、はい、いうことでですね、まあ面白い、昨年もやってたかな、やりましたね、うん、なんかそんなのやってたと思うんですけど、はい、まあ夏、せっかく夏休みなんで、うん、まあ、マイクラブコイン争奪戦ということでプレゼント企画、うん、いつもね、毎週の金曜日プレゼント企画の当選者発表みたいな感じでやってますが、うん、はい、まあそれとは別ですね。まあ今回もやっていくんですけど、今回はですね、うん、お題一つ、なるほど、夏休みということで、はい、ちょくちょくね、これから、まあ、なんだろうな、2週間に1回ぐらいかな、プレゼント企画、はい、みたいな感じでやっていければなと思うんですけど、はい、まあ、今回はね、皆さんも、まあ、おそらく期待してる人も多いんじゃないかという、まあ、次のイベントですね。こちらの方を予想というか、はい、まあ、当ててもらう。なるほど。形で、まあ、プレゼント企画やってみようかなということで、まあ、今ね、一応来てるイベントというと、うん、オンチャレとチャレンジかな。はい。はい、まあ、こっちのイベントが来てると思うんですが、まあ、その次のイベントだよね。これが終わって、この要はクロアチアとフランスって、期間9日で出てるんですよ。これ全く、要は火曜日はなんかメンテカなんかで突然来たやつなんで、ね、あの、またそのイングリッシュリーグとか消えちゃったやつ、うん、あれが多分その次来るイベントにはなるんですけど、 その立ち位置のイベント、はい、なるほど。おもちゃ TV は ICC が来るんじゃないかって言ってるんで、今回ね、ちょっとね、いろんな感じあると思うんで、はい、まあ、コメント欄でその次の月曜日に来るイベント、うん、これが皆さん何かっていうのを予想してもらって、コメント欄に書いといてもらえれば、はい、おもち TV はあの ICC イベントだと思ってます。ただね、例えばリーグ系のイベント、うわやだな、イタリアリーグ書いといてもらえる最悪じゃん。まあそれね、あの、要はまあ予想なんで、あの、月曜日に来るイベントをね、うん、はい、皆さんに書いてもらって、はい、でその当たった人の中から抽選で1名様に、PSN カード5000円分、プレゼントしたり、ね、はい、いうふうに思うんで、まあ多分ね、ガチャ的には、うん、今その5000円を使ってなんか回すっていうよりかは、貯めといてもらって、うん、 そうだね、その未来 の、 そのなんかいいガチャ、うん、今はね、そのガチャはね、回し得じゃないと思います、基本的には。そうだね、いいガチャとかそんなに来ないんで、もうワールドカップ終わったばっかなんでね、うん、ただこれからもしかしたらそのちょっと経っていいガチャが来る可能性もあるんで、はい、その時に、ね、まあ、取っといてもらえればなみたいな気持ちでね、うん、あとはなんか別のもん買ってもいいし、別に、ね、全然別のもん、フリペのカードだからね、夏休みなんでね、まあそこら辺は臨機応変にやってみてくださいということで、ね、はい、まあ、皆さんのね、うん、あの、応募条件とかは、うん、まあこんな感じで、うん、毎度出しておきますから最初の方に、うん、でね、ちょっとやっぱりこの前から変わったのが、はい、メッセージ、ね、YouTube のメッセージの方がちょっと使えなくなっちゃったので、はい、当選者の方はですね、まあ、当選発表の動画の時にコメント、その当選発表の動画にコメントしてもらう形 でそこからは Twitter のアカウントを教えてもらう感じになるんで、それだけ ね、Twitter のアカウントだけ忘れず、うん、はい、当たったら作るみたいな感じでもいいと思うんですけど、ね、まあ、持ってる人は持ってる人でそのままでもいいですし、うん、はい、まあ、そんな感じのところだけ、ね、押さえておいてもらえればなというふうに思います、はい、コメントの締め切りはイベントが出るまでということで ね、はい、まあ、イベントが出たら、もうイベントの情報が先に分かってしまったら、もうそれで終わりなんでね、はい、まあそこだけ気をつけて参加、うん、してみてください、ということで、まいりましょう。さらっぽー。